じゃあ次は、はい、まあ獲得したクライアントから、はい、まあ、このクライアントの方がこう自分でもこう治療家さんに向けてこう、はい、セミナーをしたりとか、まあ、ちょっとコンテンツを提供したり、まあ、サービスを提供している方がいらして、はい、でそこでちょっとセミナーしてもいいよと、はい、君のノウハウっていう許可をもらったんですよね。そうですね。なんでその方の治療院の、まあ、すでにクライアントになっている方の、まあ、クライアントというか、はい、の治療家さん向けにセミナーをやって販売したと、はい、いうことですね。でここは休眠客、はい、DM 代行のプレゼンをしたということですね。これじゃあどんなことをやっていたんですか。ですね、ここでは、プレゼンの内容としては本当にコンテンツを提供して、うん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 、本当にファックス DM の流れをこうプレゼンテーション変えたみたいな形でこうどうやったら今そうです集客できてないのはどういう理由があって、でそこにあのケネディの 3M マーケティング 3M の話をして、マーケット、メディア、メッセージそれぞれがすごい有効に使えるのが休眠客 DM ですよっていう話をして、でサンプルを見せて、で最後にまあクロージングを先生ご自身あのよくあるあの2つの道がありますという話で、自身ご自身でやってもいいですし、もっと簡単に無料でできますよというオファーを、はい、うん、なるほど、作って提案しました。なるほど、 3M の話いらなかったかもしれない。本当ですか。分かんないですけど、あんまり君と関係ないですか。あ、なるほど。メッセージ、はい、マーケット、メディア、はい、まあまあ、あんまりね、その、はい、そのね、まあ、ファックスマガジンで僕がよくやってるその、はい、なぜ休眠が集客できるのかっていう理由、はいはい、を話してこない理由とか話して、はい、だからそれひっくり返ってくるよっていう、こうもっとシンプルにしてあげた方が、はい、分からなかったんじゃないかなと思う、この方。確かにちょっと複雑にしすぎましたね。マーケットって言ってもね、既存客だからマーケットもクソもないですし、そのメディアって言ってもまあまあ DM やし、はい、メッセージって言ってもこう、あまりそれやったら3ステップ DM がどうして集客できるかっていう話をしてないですよね、これ多分。そうですね、確かに。ですよね。そう、 3M の話を。うん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 。ですよね。だから、はい、なんでケネディが3ステップ発明したり、あの魔法のゴミ箱みたいななんか大学出版のビデオセールセーターあるんですけど、山田さんが喋ってるやつ。はい。とかの話の方が良かったなっていうか、3ステップがどうしてそんなに集客できるのか、はい、っていうこととか。あ、うん、なんか良かったですね、もったいないですね、はい、もうちょっとうまくできたなっていう、うん、まあ、それでも、まあ、話をして、はい、君がじゃあいいよっていう、はい、これこの時まだこの先生が成果が出てなかった時、ですね、そうですね、この時はまだ新規集客をまだやってなかった時、新規集客の前です、はい、ですね、環境が良かったと思います。もったいないですね。まあでもそこはね、何とでも復活できる、まあ、10人参加されて個別で面談を参見されて、はい、これ後日行ったんですか、その日ですか。後日ですね、うん、はい、訪問してで契約になったと、はい、いうことですね。まあちょっとまあまあでも初めてね、やらないと分かんないですよね。そうですね。でそのセミナーしたの初めてなんですか。初めてです。ね、まあ分かんないですよね、そんなのね、はい、もう やる前とやってみてて何か変化ありましたか。あ、でもその、まあ、このプレゼンの経験をできたっていうのがすごい良かったので、うん、本当にこう久野さんにご指摘いただいてこう修正点もあるので、ゼロだと多分アドバイスいただいても全くイメージがつかないんですけど、まあ、分かんないですよね。それがこうなんとなくは分かるので、うんうん、そこがですね、あのプレゼンもね、あのセールスと一緒で、はい、教えすぎると混乱して迷わせてしまうんですよ。うん、だから売りたいものに一直線に行かなきゃいけないって、はい、書けないこと言わない、はい、まあ、セールスレターと一緒なんですよ。セールスレターなんですよ、プレゼンって。うん、でちょっとそれがね、なるほど、こう教えようとしたなってこう、はい、まあ、もったいないなっていう感じがしましたね。うん、そうそうか、まあ、これもじゃあ実際にそのクライアント獲得したクライアントから、はい、どんな経緯で依頼されたんですか。ですね、最初にもう本当にこのクライアントと最初に契約をした時に、なんかその休眠客集客代行というコンセプトをすごい気に入ってくれてたんですよ。こんな提案を初めてだって、ホームページを作りませんかとかそういう提案があったけど、こんな面白い切り口を初めてだみたいな話があって、で今度まだ全然もう契約は、うん、あの DM の
1通目を出すとか前に、うんうん、こんなセミナーがあるからこの話をしてみないかっていうのを向こうから提案していただいて、うんうんうん、それで、はい、すごい開けてる人ですね、マーケティングに。そうですね、もうなんか元々なんか治療家ではなく、あのどっかのメーカーのマーケティングを担当されてるみたいで、うんうん、そういうのすごい興味が。何歳ぐらいの方なんですか？そうですね、40ぐらいの方です。男性？男性です。どんな勉強されていらしたんですか、もうすでに。ですね、例えば結構あのウェブ系、この、あのセミナー自体もその主催のクライアントがやってたのが、うん、交通事故集客をウェブサイトでやりましょうよみたいなもので、結構そういう SEO とか、どうやったら交通事故集客できるかみたいなコンテンツを勉強されてた。自分がウェブが得意なのかな、この方は。ご自身がそこまで得意というわけではないですけど、なんかいろんな人をこうつなぎ合わせるのが得意というか、またそのウェブのパートナーの方みたいに事業の人とこうつながって交通事故の方がすぐ相談できるような流れとかを作ってたり、そんなこと。すごい活動的なんですね。はい、そうですね。でもこれってじゃあダイレクト出版のコンテンツを見てるとかいうわけでもなかったですね。でもなかったですね。まあね、見てたら、あ、君客知ってるってなりますからね。そうですね言われますよね、知ってる人は、ね、君客、あ、あれね、みたいな。なるほど。そうかそうか。まあやっぱ、意外ですよね、こんなことまで。そうですね、これ本当にもう棚ぼたらだったんですけど、ね、まあ僕ずっと伝えてる、あの嘘みたいにいい人いるからみたいなこと言ったじゃないですか、はい、もうこの人と組めばいいんやみたいな人に出会えるし、はい、ダメな人は何やってもダメやしっていう感じ、はい、そんな感じになってたんですか。ですね、本当にもう こんな提案も向こうからしてくれるような気がする人いるんですよね、はい、まあ、確率はすごい低いですけど、うん、ね、契約して10件に1人いるかいないかぐらいだと思うんですよ、こういう方って。まあこの方だなとか、はい、なんですよ。そうですね、まあなんとか復活してね、はい、まあでもあのこれね、見てもらってる人にやっぱ本当にほんまかと思ってると思うんですよ、僕が言ってること。ね、まあ、大量行動しなさいとか、もうそれ言い訳なんちゃうとかね、クライアント獲得できへんやんけど思ってると思うんですよ、休眠客代行って言ったらクライアント獲得できるって聞いたからやってるんやけどみたいな思ってる人いると思うんですけど、いや、できるし、はい、で、あの、したからといってじゃあ全員がいい人、お客さんかっていうとそれも全然違うじゃないですか、はい、で、そのいいお客さんに教育できると思います、やってみて。ゼロからもうできないと思います。ですよね、はい、まあ、もちろん成果出したら関係性は良くなるけれども、はいはい、先生の考え方自体は変えれないですよね。変えないと思います。ですよね、だから、はい、あの多分ね、休眠患者やって成果出てめっちゃ喜んでくれた先生もおると思うんですけど、はい、まあそんなもんやろっていう先生もいたんじゃないですか。うん、そうですね。そんなに喜んでも別にこれ、まあ、そうですね、うちがやった、うちの力やろみたいな、はい、そんな感じの先生もいますね。いますよね、はい、やっぱりどうですか、お客さんになると思います、その人が。ああ、その価値観がない人もう難しいと思います、ね、無理ですよね。無理だと思います。でそれをなんか言い方とか、はい、売り方とか、まあ売り方で言い方でしょ、売り方とか売る商品とかやっても無理でしょ、はい、ひっくり返らないでしょ。そうですね、それ感じました、やっぱり。やってて感じました。あ、もうっていうか、そもそも営業の畑やから知ってますよね、そういうことはね。あ、まあ、感覚的言葉ではなかったですけど、まあ、無理な人は無理です。買わない人は買わないですもんね。で、あの、感謝しない人は感謝しないですよね、はい、で、これすごい僕の経験上なんですけど、すごい不思議なのは、優秀な人であればあるほど、はい、ちょっとした成果だったりとか新しいっていうことに敏感やから、はい、その結果にフォーカスして、はい、こう喜ぶとかじゃないような感じなんですね。優秀な人になればなるほどやってることとかを評価するとか、はい、その結果はあまり興味ないというか、うんうんうん、こう、まあ、何か新しい施策をやるということが、はい、まあ、結構そういう人が優秀な方に共通するんですけど、うん、やっぱそういう方いいも流行ってるんですよね、やっぱりね、はい、やっぱ流行ってない方っていうのはその結果に一喜一憂するというか、うん、目先の数字とかそう、もちろんそれは当然仕事でやってるから出さないといけないんですけれども、はい、こう結果に一喜一憂するくせに別に感謝もしないっていう、だから、まあ、本当これはね、共通してます。ケネディも言ってるんですけど、優秀なクライアント、コンサルやってて優秀なクライアントは、私が何もしなくても成果を出してくれて、なぜか私に感謝してくれてるっていう人なんですね。で、やっぱりダメなクライアントは一番手がかかって
で何もやらないから成果が出ないのに、はい、全て責任はこちらのせいになって関係悪くなるとか、うんうん、これねもうコンサルやってたら絶対下げて取れないですよ。コンサルとかセールスやってたら、うんうん、だからこそそれを見分ける手段なんですよね。興味客やったら分かることないですか大体ね。はい、確かにそうですね。この先生ちょっとこう、はい、あなんかちょっとっていう、そうですね、うん、こう企画の打ち合わせとかしてるときに、なんかすごい自分の意見とか言ってくる人とちょっと、そうですよね、はい、意見言ってこられたらもう別のもんですからね。そうですね、サービスが。でそれ僕よく言うんですよ、あのもちろんクライアントをリスペクトはしないといけない、うん、クライアントを尊敬しないといけないけれども、お互いが尊敬、同じぐらい尊敬してやってないと、こういう関係性だったりこういう関係性、要は僕の側がクライアントを尊敬してない状態だったらこうなるから、それうまくいかないですよね当然、うん、成果が出てもやらされた感がすごいじゃないですか。はい、だからそれを関係性続かないですよ、はい、けど逆に僕が下出て上でこうこうこうで、それ成果出ないんですよ。こっちプロやから、うん、集客の、うん、あんたに言うことを聞いたら成果出なくなっても知りませんよ。僕の場合はそのどうしてもその口を出ししたい人はもう成果は知りませんよって言います、うん、僕はこれがベストですけど、これでやってくれたら僕はある程度の責任を持ってやるわけなんですけど、まあ、それが気に入らんっていうんであれば、うん、もう見やめるか成果が出なくても OK っていうんであればこうどうぞみたいな、うん、にしないと変な話、そこまで口出してきたくせに成果が出なかったら文句言うでしょ、うん、そうですね。そういう人に限って、いやあんたがそうせい言うたからしたけど、うん、それは僕は捨てない方がいいですよって言ったじゃないですかみたいな、うん、けどこれね水かけ論で後から言ったってどうしてくれるんやみたいになるんですよ、うん、はい、ね、これ本当にねいい人はね最初からいいでしょ、うん、最初からいいですよ本当に。まあこの方なんてね一回会って提案して面白いって言って紹介してくれて、はい、プレゼンまでやらせてくれたわけじゃないですか、はい、なんかそれのすごいいい例というか、うん、だから大事なことはやっぱその人に出会って、はい、その人に貢献する、うん、で長いことお付き合いする、なんかそれしか無理じゃないですかこのビジネス、そうですね、ならないですよね。そうじゃない人変えようとするのはもう本当に、うん、やってみて、うん、はい、まあ、やる前はねもうまあそう言っても多少だったら変えていけるのかなっていうのは、うん、あったかもしれないですけど、まあちょっとね難しいですね。難しいです。まあだからまあ今またはじゃあ大量行動っていうことでやってるっていう、はい、そうですね、です、まあ、ぜひねこれ見たら、こういう話するとねこう夢みたいな話のとこだけ覚える人がいるんですよ。こういう話しとくと、あ、休眠局で入ったらこういうセミナーとかその先生の持ってる患者さんとかを紹介、うん、患者さんやクライアントとかを紹介、うん、友達とかね、はい、紹介してもらえるんやみたいな、うん、どうしたらそんな人に出会えるんやろう、はい、でそれを出会うためになんかわけのわからん作業を始めるんですよ、はい、こういう店舗が何店舗持っててとか、うんうんうん、年齢はいくつぐらいでとか、うんうん、DRM もこんなチラ広告を出してたら、うん、そういう先生の確率が高いとか、うんうん、ないじゃないですか、はい。ね、あのないです、統一情報ないくないですか。ないですね。いい人がこんないいんとかいう情報絶対ないですよ。年齢もバラバラやし、ね、セグメントして無理ですよね。それ見分けれないですよね、入る前に。見分けれないと思いますね。その時間もさ、そっちの方が手間かかるから。まあないですからね、そんなことはね、はい。ぜひね、それはね、もう大量行動したら、まあこんないいこともあるよっていう、はい、そうです、いうことですよね。はい、まあ本当に運よく、うん、ちなみにもやっぱり一人でね、何店舗もやってらっしゃる人とかも出会いますもんね。はい。まあ強いて言うなら多店舗展開してる方は受け入れてくれやすいかなぐらいですかね。うんうん、で、あ、じゃあ、なるほど、じゃあ多店舗展開狙っていこうぜって多分これ聞いた人になると思うんですけど、はい、競争率激しいですからね。うん。ね、だから頼まれやすいっていうことは、はい、その方たちは結構やっぱり頼んでるはずなんですよ、いろいろ。うん。だからすでに入ってる会社さん ありますな、ありませんでしょうか。すごい多いです。ですよね。はい。コンサルとかもやってたり、うんうん、まあ、直接競合じゃないにしても、そういうマベクのパートナーとか、いろんな人と組んでるような。なんですよ。はい、そうなんですよ。うん、やっぱり一攫千金狙っても、うん、当然そこはすでに成果を出してるから、うん、やっぱりライバル超強いんですよ。うん、確かに、うん、例えばね、僕なんかは熊谷さんのとこにがっつり入って、はい、まあいろいろ一緒にね、本当にもうパートナーとしていろんなこと一緒にやってるわけなんですけど、はい、だからそういった成果を出されてる方っていうのはライバルもそういう人になるんですよ。うん
やっぱね、結構みんなね、優秀な方ついてますよね、うん、それとかで生活されてる方、はい、だからその辺はね、やっぱりこう狙っていったところで、うん、コントロールの外じゃないですか、うん、思いませんですね、あのクライアントの質はコントロールの外ですから、はい、数打って大量行動で、ね、はい、こんなこともあるよっていうことでね、ぜひね、はい、参考というか、まあ、ここを狙うんじゃなくて、こういうことが来た時にこうおどおどしないというか、はい、あ、もう、あ、やっぱりそんなこと起こるんやみたいな、うん、あ、っていうところの把握でね、はい、ぜひやってもらいたいなと思います。ありがとう。